すいません、二人です。いらっしゃいませ。バチェラーメンへようこそ。バチェラーメン。それではバチェを。お願いします。ようこそ、バチェラーメンへ。バチェラーメン知ってる？いや、知らん、まあ、緊張してる？いや、緊張はしてないですけど。緊張してる？リョーコは久しぶりだよね。え？ねえ、リョーコ。リョーコ？いや、違いますけど。え？のんちゃん？のんちゃん？誰？のんちゃん似てんの？わかんない。キュウイさんかな。全然違うんですけど。一応食べてくる、うんうん、そうだ、なんか変な店だ、うんうん、あ、お水ください。はいはい、いや、お水でいいんですけど。じゃあ、乾杯しようか。乾杯しよう。いや、歯に当てない方がいいと思う。まず乾杯しよう。いや、乾杯。注文いいですか、うんうん、じゃあ、ラーメン、あ、何？あ、醤油にしようかな、うん、じゃあ、醤油2つ。ローズ2つ。あ、ローズ2つ。いや、はい、醤油醤油を2つで、うん、醤油？醤油ラーメン、はい、醤油ラーメン。ローズじゃなくて醤油です。ええ？え？え？醤油。バチェラー見てない？バチェラーを見てないのによくバチェラーメンに来たなって思いました。せめてシーズン4だけは見てから来てもらいたいですね。お待たせしました、ローズラーメン、ローズマシマシです。はい、何ですかこれ。醤油ラーメン。そう、醤油。ローズ。いや、醤油。ローズ。しょしょう、う、ゆ、ゆ、醤油、ローズ。いや、話になんないですね。醤油ラーメン。なんで言えないんですか、醤油ラーメン。うん、いや、醤油ラーメン。醤油ラーメンが食べたいよね。うん、あれ？あれなんか消えた。停電です。バチェル、大丈夫ですか？え？大丈夫です。おお。歯光ってますよ。はい、僕は見えてます。めっちゃ光ってる。皆さん大丈夫？なんで？お客さん大丈夫ですか？歯が光ってますよ。大丈夫？どこ？歯が光っ。え？今歯めちゃくちゃ光ってましたよ。え？僕の？真っ白にピカって。うん、そう。はい。え？暗闇で。え？あ、あれまた？また停電です。バチェよ。大丈夫です。え？大丈夫です。なんで光るんですかそれ。お客さん大丈夫ですか？落ち着いてください。落ち着いてください。いやいやいや。見て、よく見て。え？よく見て。え？何？何？ん？なんか書いてますなんか。あ、そういうこと？え？ローズって書かなくていいんですか？いいんですよ、ローズって書かなくて。暗闇で。なんなんですかあのお店。普通にラーメン食べたかっただけなのにローズとかあの光る歯とか意味不明なんですけど。急な停電、ハプニングですよね。でもそんな中、うん、暗闇の中で僕の歯が光るということが知ることができたのはすごくいいことだったなと思いますし、すごいサプライズになりました。お二人、バチェオがお呼びです。え？何？呼んでるって。こちらへどうぞ。何なんですか。え？寸胴入って何やってるんですか。もう何このお店。もう私帰る。え？せいかちゃん、せいかちゃん、うわ、また停電。ちょっと何やってるんですか。ちょ、話してください。ちょっと、やめ、ちょっと。え？今日はお客さんにとことん喜んでいただきたいと思ってプレゼントを用意しました。は？あ、ごめんなさい。え？失礼します。すみません。すみません。今キスしようとしてませんでした。すみません。すみません。すみません。な、もっと意味わかんないですよ。もっと意味わかんないでしょ。ローズでキス。あ、ごめんなさい。なんなんですかそれ。歯が先に来るでしょ。ローズの前に歯があるじゃないですか。ローズを受け取っていただけますか。なんなんですか。ローズを。言い方なんなんですか。
ローズを受け取っていただきました。嫌です、嫌です。